スケジュール設定の手順を紹介します。この動画はスマートブリッジとツリープラスを使ったスケジュール設定方法です。ハンディツリーではスケジュール設定はできませんのでご注意ください。本動画はスマートブリッジメモリーライトコントローラー TS4 回路用を1台、ライトコントローラー TS1 回路用を1台がツリープラスアプリに登録され、エリア、シーンが設定されている状態から開始します。スケジュールタブをタップすると、6つのおすすめスケジュールが表示されます。おすすめスケジュールは初期設定で自動的に作成されます。エリアを作成すると、おすすめシーンが自動的に作成され、おすすめシーンを使って、おすすめスケジュールが作成されます。例えば、朝6時半には爽やかシーンが再生するスケジュールが登録されています。スケジュールをタップすると、スケジュールの設定内容が確認できます。おすすめスケジュールの初期設定は無効となっています。スケジュールタブの有効・無効のオンオフボタンをオンにすると有効になり、指定時刻にシーンが再生されます。使用する場合はオンの設定に変更してください。おすすめスケジュールは設定内容の変更が可能です。変更したいスケジュールをタップして開き、スケジュール名称、時刻、フェードイン、曜日、シーンを変更することができます。保存するとスケジュールの変更が完了です。続いて、新規にスケジュールを作成する方法を紹介します。設定タブを開き、スケジュールを選択し、右上のプラスボタンをタップします。スケジュールの名称、時刻、シーン再生時のフェードイン、スケジュールを実行する曜日、再生するシーンを設定します。シーンは初期のおすすめシーンと自作シーンどちらも選択可能です。保存するとスケジュールの作成が完了です。スケジュールタブを開き、作成したスケジュールを有効に設定します。スケジュールを作成した段階では、初期設定は無効となっていますので、ご注意ください。スケジュールを有効にすると、指定時間にスケジュールが実行されます。動画ではアプリを起動していますが、設定完了後はアプリを立ち上げていなくてもスケジュールが再生されます。指定した午後13時40分にくつろぎシーンが再生されました。これでスケジュールの作成と実行が完了です。